こんにちは、龍新法でございます。まあ、巷ではね、今、ヘズマ龍さんっていうね、YouTuber の方が、かなり悪い意味でね、有名になってまして、まあ、ちょっとネット記事ね、読みたいと思います。迷惑系 YouTuber 逮捕されても反省しない理由。迷惑系 YouTuber という言葉を聞いたことがあるだろうか。迷惑系 YouTuber とはその名の通り迷惑行為を繰り返す YouTuber を指す。7月11日、スーパーで魚の切り身を盗んで逮捕された YouTuber ヘズマ龍が代表例だ。彼のような迷惑系 YouTuber の動画に対してチャンネル停止すればいい。迷惑系っていうか迷惑だから逮捕しろなどという人が多い。一方である大学生は目立てて羨ましい、逮捕されないなら自分もやりたいと美貌の目で見る。大学生曰く、迷惑行為をするだけで名前が全国区になるなんて、自分もそうなるなら真似したいくらいだそうだ。周囲に迷惑をかける迷惑系 YouTuber は忌み嫌られることが多いが、なぜ次々と現れるのだろうか。ヘズマ龍とは何者か。2020年7月、愛知県警は YouTuber のヘズマ龍が5月に愛知県警のスーパーマーケットで魚の切り身を盗んだとして窃盗容疑で逮捕。ヘズマ龍は会計前の魚の切り身を店内で食べ、空となった容器をレジに持っていき、すみません、食べてしまいました。腹減ってて。と会計を行う動画を撮影。店の商品、会計前に食ってやったぜというタイトルで投稿していた。後日、動画を発見した店の店長が県警に相談し、逮捕に至ったというわけだ。まあ、これは窃盗容疑っていうね、ことになったそうです。ヘズマ龍は当初、普通の動画を投稿していたが、登録者数が伸びない状態が続いていた。そこでニコニコ動画で定着している凸待ち文化を YouTube に持ち込むことを思いついた。凸待ちとは先方からの突撃を待つことを指す、突撃待ちから生まれた言葉だ。その後、はじめ社長、ラファエル、ネオなどの著名 YouTuber に次々とコラボを迫る嫌がらせ行為を行っていた。ヘズマ龍はある動画内で無理やりコラボを迫りながら、動画を回したいんですよ、回して自分の売名になるんですよという発言をしている。著名 YouTuber に絡む目的はあくまで自分の売名行為。彼は他の取材などでも知名度を上げたい、人気者になりたい、お金も欲しいという発言を繰り返している。3月には人気 YouTuber のラファエルの仮面を剥がそうとしたり、ストーカーまがいの行為をしてあわや告訴という事態に。6月には同じく人気 YouTuber の柴田やその妻子と見られる人物の映像を柴田の嫁と娘を大公開として公開し、柴田と口論になることもあった。著名 YouTuber に次々と突撃をして、UUM やバズなどの大手 YouTuber 事務所から弁護士経由で警告を受け、訴訟問題も抱えているようだ。6月には首里城公園に設置された焼失した首里城、正殿の復興を願う応援メッセージの寄せ書きの上から落書きをする動画を投稿したりもしている。動画の拡散を受け、ボードは管理者によって撤去されていた。ちょっと飛ばします。逮捕ですね。魚の切り身の逮捕後ですね。逮捕後、ヘズマ龍のメインの YouTube チャンネルはアカウント停止処分となった。しかし、Twitter アカウントには、YouTube 赤版というのはアカウントがバンになった、削除された、アカウント停止処分になったっていう意味ですね。YouTube 赤版8回日本記念達成者と書かれており、アカウント停止をむしろ誇りに思っている節が見られる。7月17日の朝日新聞の報道によると、新型コロナウイルスに感染しながらマスクもせず山口県の錦帯橋や笠戸島、防風天満宮といった観光地や飲食店に立ち寄り、 SNS で行動を発信して人を集め、接触した男女などコロナに感染させたという。山口県の村岡知事も同日開いた記者会見で、一体なんてことをしてくれたんだという思いと、ヘズマ龍に対する怒りをあらわにしているということで、まあまあ、ここでちょっとネット記事の方は終わりますけれども、まあ、その迷惑系 YouTuber っていう言葉がちょっと僕はすごくこう、使いたくないというかね、言葉自体に問題があるっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、じゃがりこに爪楊枝を入れたね、少年の事件だとか、あと、チェーンソーですね。ヤマト運輸にチェーンソーで持って殴り込みかかった YouTuber であるとか、白い粉末入りのビニール袋をね、警察の前で落として、まあ、そういう覚醒剤みたいな風に見せて、警察から逃げるみたいな、そういう、ドッキリ系のね、動画を撮ったりとか、まあいろいろなことをやって逮捕されてる YouTuber さん今出てきてて、まあ今じゃないですよね、今に始まったことじゃないんですけれども、その、注目されたいあまりとか、その動画の再生数を伸ばしたいがために、逮捕されるかされないかぐらいの、まあギリギリのところで、まあもう犯罪行為すれすれであったりとか、まあ人にただ不愉快な思いをさせるだけの動画みたいなもので、売名ですね。売名行為をするっていう YouTuber が出てきていて、特にこのヘズマリュウさん、何がもう問題かって、もう問題がありすぎるんですけれども、このコロナの感染に関しても、まあその陽性反応が出て、その後のニュースで、まあ陽性反応が本人から出て、その本人はそのコロナにかかっている可能性っていうのを、まあ分かっていながら、まあこういろいろなね、活動、行動をしていて、結果それによって、コロナを広げてしまったっていうことですよね。で、山口県っていうのはもう全然コロナの発生者いなかったわけですから、まあまあこれ逮捕されてもね、仕方ないですよね。これ、威力業務妨害であるとか、暴行罪に相当するんですけれども、コロナでね、愛知県でほら亡くなっちゃった方いましたよね。自分がコロナっていうことを分かっていながら、接待を伴う、まあ、飲み屋ですね、飲み屋の方、パブとかそういうところに顔を出して、まあ、本人も亡くなってしまったんで、書類送検とかそういうのはなかったですけれども、まあその暴力行為っていうのは殴るとか蹴るだけ、直接的なことだけじゃなくて、まあ、その相手に病気をうつすとかね、そういうことも含めて暴行罪とか傷害罪になるんで、まあ、そういうので考えるとヘズマリュウさんも暴行罪、傷害罪に値するかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、僕はこの迷惑系っていうね、迷惑をかけて動画を撮るっていうジャンルがあるんだよっていうふうに認識されてることがちょっとおかしいなって思うんですよ。っていうのは、そもそもこういう迷惑行為っていうのは今、結構前にも僕動画で出したんですけど、今 YouTube って結構規制が厳しくなっていってて、かなり他の動画サイトと比べてもかなり厳しいんですよ。で、その厳しさの裏側には何があるかっていうと、まあ、子供もね、大人もおじいちゃんも老若男女ね、みんなが楽しめる動画を作ってね、アップロードしてねっていうのが YouTube の基本的な姿勢なんで、まあ例えば歴史的に必然性があるとかね、例えば戦争の記憶を正しく伝えたいとか、そういうまあ一部の例外を除いて、まあ、基本的に YouTube っていうのはかなり規制が厳しくて、まあ、子供が見てもね、悪影響がないとか、そういう子供にも見せても大丈夫だよっていうようなね、安全な動画っていうのを目指してるので、かなり厳しいんですよ。で、ドッキリも禁止になったっていうことで、まあ、一昨年ぐらいだったかな、確か僕も動画出したと思うんですけど、まあ、年々厳しくなっていることの背景にはやっぱりこういう迷惑系 YouTuber と呼ばれるような、まあ、その反社会的であったり、人に迷惑をかけてもまあ構わないっていうことであったり、そのまあドッキリのようなね形で人にこう不愉快な思いをさせるような動画を制作する方が、動画制作者が増えてきたからっていうね背景があるわけですよ。でやっぱりこういうのはまあ一つは YouTube 側の運営の問題もあるのかなっていうふうに僕は常々思ってるんですけど、よくね YouTube って人間もチェックしてるっていうふうに言うんですよ。言って割とこう何ていうのかな、その動画再生数的にはねそんなにいってない、そんなに社会的な影響力がない動画が消される一方、こういうヘズマリュウさんみたいな方ってもうアカウント停止になった時点で次からアカウントが作れないとかね、動画をアップロードできないとか収益化できないとか、そういう措置を取らなければならないはずなのに、こうやって何回もアカウントを作ることができてしまっているっていうことがYouTube のその運営上の問題があるなっていうふうに思うんですよ。でまあこれやっぱりこういう人に迷惑をかけて収益化できてしまうと、結局そのすごい極端な例で言うと、その暴力団の方とかその半グレみたいなね、その反社会的な勢力の方にもうお金がいっても大丈夫ですよっていう風なことになっていくわけですよ。結局はねずっとそれが小さいものを許していくことによって、じゃあ反社会的な動画上げてもいいんですねとかね、そういう人に迷惑をかける動画をアップロードしても何回もアカウントがバンになってもアカウント作れちゃうっていう現実があるわけだから、本来ならばアカウントを作ってもすぐにバンになるとか、まあその収益化できないとか、やっぱりそういうそのまあ Twitter もそうですけれどもね、やっぱりそのちょっと人に迷惑をかけてもいい、人に迷惑をかけてもいいんだっていうその運営側のその態度っていうかね、そこもちょっと規制していく必要があるのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱテレビなんかやっぱりその前にカメラを撮る人がいてね、プロデューサーがいてっていう、やっぱり上の上下関係があって、まあそのこのテレビの内容はいいんだろうかどうかって一応チェックした上でやってるから、YouTube ほどはね問題はあんまないかなっていうふうに思うんですけど、まあもちろんいろいろテレビの業界でもいろいろね内部事情としては問題のあるところもあるのかもしれないですけど、やっぱりこういうヘズマリュウの動画なんかはやっぱりチェックする人っていうのは基本的に YouTube と、まあ、視聴者ですよね、視聴者のその通報っていうところに限られているのにもかかわらず、やっぱりそれでやってきていってしまうっていうのがやっぱちょっとこうまあ良くないなっていうふうに思いますよね。であともう一個はもうこれも繰り返し言ってるんですけど、YouTube とか YouTuber みたいなのがイコールでこういう人に迷惑をかける人とか、その反社会的な人とか、その常識がない人たちの集団なんだみたいな、そういうそのイメージがすごい下がるっていうことですよね。でやっぱこれは本当になんてことしてくれるんだって、その山口県知事の言葉ありましたけれども、これやっぱり普段真面目にね動画上げて制作してアップしている、結構他の YouTuber さんも結構なんてことしてくれるんだっていうふうに思ってると思うんですよね。実際だからやっぱり YouTube の、イメージっていうのがどんどんこういう人たちのせいで下がっていってしまって、 YouTube のイメージがね向上させたくて真面目な動画作ってる人からするとどうかなっていうね、その思いがするんですよ。逆にだからこういう例えばメディアなんかでも真面目に YouTube 活動やってる人たちの特集だったりね、取材っていうのをやってほしいなっていうふうに僕は思うんですけれども、で問題があった時に問題のあるところだけやるっていうのはやっぱり、まあ、テレビもね YouTube っていうその動画のコンテンツでテレビ側の YouTube コンテンツ潰しっていうのもあると思うんですよ。やっぱそれはテレビ業界の中では YouTube 面白くないと思ってる人もたくさんいて、まあ、芸能人の方なんかでも YouTube の方に動画アップロードしてる YouTuber になる芸能人の方もいますけれども、一方ではね、テレビ業界長い人なんかはもう YouTuber 敵だみたいなね、そういう思いの人もいると思うんでね、まあ、ここら辺は同じ動画コンテンツの業界同士のライバル関係みたいなものがあると思うんですけどね。だからやっぱりどうしてもテレビ側の YouTube に対する評価っていうのはかなり厳しいものであったりとか、その YouTube にこんな問題のあるやつがいるみたいなことになるとすぐニュースになるのかなっていうことも思うんですけれども、まあまあだから本人のやっぱり動画をまあ見ないっていうことですよね。一つはね、その迷惑行為をする人たちの動画を見て応援するってことはやめる。であと問題のある動画があったらやっぱりきちんと通報する。で、YouTube の運営側もしっかりと管理して、本当に問題のあるユーザーはちゃんと完全凍結して、アカウントが作れないようにする、Google のサービスを使えないようにするとかね、まあ、そういうふうにしないといけないのかな。だから精神的な意味合いで反省させるのではなくてね、できなくさせる、そのツールを使えなくさせるっていうことが一番何て言うのかな、解決には近づくのかなっていうふうに思うんですけども、まあまあね、こういうその迷惑系っていうねジャンルがあるんだっていうふうなことをあんまり広げないでほしいっていうか、そういうジャンルを確立させないでほしいっていう思いがすごいあります。はい、じゃあ今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。またね。